日比谷公園裏久門前日比谷公園からビル群を望む日比谷は東京都千代田区にある地域名である。有楽町から内幸町にかけた日比谷通り周辺一帯を指す。日比谷駅、日比谷公園、日比谷号などにその名称が見られる。ただし、日比谷という行政上の地名は存在しない。徳川幕府が江戸城を拠点にして以降は付近で湿地帯の埋め立てが進み、 のどかな漁村が整然とした大名屋敷の並ぶ街並みに変貌していった。明治一新以降は日本初の西洋式ホテルである帝国ホテル、六名館、東京府庁や社交クラブの東京クラブなどが建設され日本の近代化を象徴する街となった。明治時代には上流階級の社交場として発展したが、その後は劇場、ホテル、大企業の本社屋が連なり、 日本を代表するビジネス街となっている。帝国ホテルは現在でもホテル界の古三夜の一角として重要な地位を占めている。2018年には大規模複合商業ビルの東京ミッドタウン日比谷が誕生した。都心の大規模な公園である日比谷公園の中には市政会館及び日比谷公会堂。 野外音楽場の聖地である大小の野外音楽堂、日比谷図書文化館といった各種文化施設が位置しており、イベントなども多数開催される。現在の阪急阪神東方グループの中核企業である映画、演劇会社、東方の創業地であり、現在でも東方日比谷ビルに本社が置かれている。他にも東京宝塚劇場や帝国劇場、東方シネマズ本社、 東方シネマズの旗艦店である、東方シネマズ、日比谷など、東方の重要施設が多数集積しており、日比谷は映画、演劇の町となっている。東方系以外では、日清劇場もこの地にあり、かつては日比谷映画劇場や遊楽座なども存在していた。千代田区南東部、旧麹町区域の平地に位置する。土地利用の形態は主に業務地となっているが、16、 ヘクタールにわたる日比谷公園を有するため緑地面積は広く、公共にも近い。都心部にあるため幹線道路や鉄道路線も多数通過する。1930年には日比谷通りと晴海通りが交わる日比谷交差点へ日本初の電気式信号機が設置された。また、幹線道路上にはかつて都電の路線網が張り巡らされていたが、道路交通量の増大や、 地下鉄の建設が進んだことにより1971年には姿を消した。ありがとうございます。